そろそろ日本も蹴れてもいいんじゃねえか。何また中国のことだね。また尖閣諸島へ沖で日本の漁船と中国の船が一悶着あったんだよ。ほんとにいい加減にしろよな。今回は一段と怒ってるじゃないか。確かに中国の尖閣諸島周辺での動きは目に余るものがあるよね。なんでも、日本の漁船が中国海警局の船から妨害行為を受けて寄港するという事態が発生したそうなんだよね。確かによ。中国の尖閣諸島周辺での侵入行為は今に始まったことではないけど、最近はひどすぎないか。海上保安庁が簡単に手を出せないのをいいことにやりたい放題だぜ。ほんとだよね。日本政府もあんまり弱腰じゃなくビシッと中国に対して対策を打ってほしいよね。それじゃあ今回は中国の尖閣諸島周辺海域での横暴な行為を見ていこう。それじゃあ行ってみよう。毎日のように尖閣諸島周辺海域では中国船の領海侵犯や挑発行為が繰り返されている。海上自衛隊や海上保安庁もあまりの頻度にお手上げ状態といったところだろうね。報道も一時期は繰り返し報道し国民に呼びかけていたんだけど、最近は慣れてしまっているのかほとんど報道もされなくなってしまったね。本当にみんなが慣れてしまって視聴率が取れないから報道しないだけなのか、何か裏で力が働いているから報道しないんじゃなくて、報道できないんじゃないのか。まあ、それもあるだろうね。今や日本には中国系の企業は爆発的に増えていってるからね。テレビ業界なんかは、そういうことだよね。なんだよ、日本の危機を日本のメディアが報道できないって、おかしいよね。中国は敵国であり、面倒な存在だけど日本の経済のことを考えると中国は切ることができない存在だからね。でも、それとこれとは話は別だよね。日本政府だけじゃなく、日本国民がもっと興味を持ち中国に対して怒りをあらわにしていくべきだよね。ちょっと冷静になって話を戻します。特に2021年に入ってからは、領海侵犯はより頻度が増し大胆になってきたんだ。尖閣諸島周辺に侵入してきている中国船は中国海警局の船なんだ。尖閣諸島周辺海域において4隻で艦艇群を組み日本領海内を堂々と航行してるんだよ。マジであいつら喧嘩打ってきてるよな。舐めやがってよ。2021年5月には、八重山漁協に所属する第一桜丸を含む3隻の日本の漁船が、石垣島から出港した折に、尖閣諸島周辺海域において、中国海警局の船舶から妨害を受けて寄港するという事態が発生したんだ。海上保安庁もこのような事態になることはある程度予測していたようで、尖閣諸島周辺に待機していて中国の船が、漁船に突進していこうとするところにガードするような形で保護したことにより大事には至らなかったんだよ。もし中国の大きい船が漁船に衝突していたら大変な事態になっていたね。海上保安庁の人たちはよく直前で止めたよね。しかしね、ちょっとこの話には裏があるんだよね。実はこの第一桜丸の所有者はインターネット上でも話題のウハメディアチャンネル桜を運営する水島氏なんだよね。今回の出航は単なる漁業活動じゃなくて、尖閣諸島周辺海域での実情を広く世間に知ってもらうための今回の行動だったんじゃないかと言われてるんだ。その後も水島氏はまた別の漁船で議員二人と乗船して石垣島から、尖閣諸島海域への接近を試みたが失敗に終わってるんだ。海上保安庁が中国海警局との無用なトラブルを避けるために、警備を中止したからだと言われてるんだよね。その後水島氏はマスコミに対して、海上保安庁の巡視船の行為は、中国の圧力に押され負けた結果だと自らの見解を述べているんだ。いやいや、何をしたかったのかよくわからんが、海上保安庁の身にもなればそんなトラブルは避けるべきだよ。もう少し海上保安庁の皆さんに配慮するような発言してもよかったんじゃねえか。それじゃあさ、単純に尖閣諸島周辺海域では日本の漁業関係者の人たちは漁業ができない状態なの？うん、尖閣諸島周辺は紛れもなく日本の海域なのに中国海警局が4隻1軍で日本の船の妨害をしてくるからね。日本の領海なのに中国に実効支配されてる状態なんだ。何それ、漁師の人たちは大変だね。なんだか悔しいよ。うん、そうだね。悔しいのは海上保安庁の人たちも同じだと思うよ。海上保安庁によると中国海警局は2018年に軍の指揮下にある武装警察に編入されたそうなんだ。法律を執行する権限、軍の命令に基づいた任務を行うことができるんだ。そしてここ数年で艦船の大型化も進んでいて、海上保安庁の分析では中国海警局に所属する船は、一昨年の時点で131隻2012年頃に比べると3倍以上に増えてるんだ。
艦船の大型化により海が荒れる悪天候時でも航行を続けることができるために、2021年の中国船舶の領海侵犯は157日に達していて前年の111日を大きく上回ってるんだ。海上保安庁の奥島長官は2021年12月の定例会で、尖閣諸島周辺の情勢は依然として予断を許さない厳しい状況にあると述べていて、警戒を強めていく意向を示したんだけど、正直海上保安庁だけではかなり厳しいんじゃないかと思うんだよね。海上保安庁の隊員たちは本当に大変な思いをしてるんだろうな。日本政府もなんとかできないのかよ。本当だよね。でも中国のこの横暴な行為は日本に対してだけじゃないんだよね。フィリピンも中国の領海侵犯に頭を痛めてるんだよ。フィリピンは南シナ海のスプラトリー諸島において自国が実効支配する領海内で、頻繁に侵入してくる実情があり、2021年5月には正式に中国政府に抗議したんだ。日本だけじゃ飽き足らずフィリピンにまで手を伸ばしてるなんて、本当に横暴な国だね。日本もフィリピンのように中国に対して強く抗議しようよ。確かにフィリピンは中国に対し早い段階で抗議し毅然とした態度をとっているように見えるんだけど、中国とフィリピンの関係性を見れば、この抗議は政治的パフォーマンスではないか、とも考えられるんだ。なぜかというと、フィリピンは政治的にも経済的にも中国に対しての依存度がものすごく高いんだよね。中国に対して、あまりに強い態度を示して中国にそっぽ向かれるようなことになると、間違いなくフィリピンは経済的に困窮することになってしまう。だから表立っては毅然とした態度を示してはいるんだけど、何か強硬的な手段に出るかと考えるとそれは難しいと思うんだよね。フィリピンはすごい微妙な立場なんだな。でも日本は違うだろ。同盟国のアメリカだっているんだ。もっと強気な態度に出てもいいと思うんだよな。うん、確かに中国がこれ以上の強硬手段を取ってこないのは、日本の後ろにアメリカの影がちらついているからというのは間違いないと思うよ。でも、最近の中国の成長はすごいからね、経済的にも、何より軍事的な面でもね。もし中国が軍事力でアメリカを抜き世界一の軍事大国となった時、日本は自国の領土を守れるんだろうか？そしてアメリカは日本に協力してくれるのか？考えていかないといけない問題だよね。でもまずは、今現状の尖閣諸島問題をどうやって解決するかだと思うんだ。少しずつ中国は実効支配権を広げている。このまま異様にやられていては、気づいた時には尖閣諸島は中国の領土になっていたでは済まされない。日本政府は、海上保安庁の巡視船の装備の強化、海上自衛隊との協力体制、中国との外交政策など今戦わないといけないと思うんだよね。ここで日本政府が中国に対して毅然とした態度を示してほしいよね。そうだよね。政府がまず動いてくれないとね。現場の海上保安庁の人たちは大変だよ。海上保安庁の皆さん毎日大変だと思いますが、日本の海を守るために頑張ってください。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。みんなは、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずという名言を知っているかな？ああ、知ってるぜ。福沢諭吉だよ。正解だね。その福沢諭吉なんだけど、実は、娘が男を連れてきた時は、身分の違いだと怒って別れさせたらしいんだ。おいおい、あんな大きなこと言って、結局娘の方が大事なのかよ。意外と、厳しい親父じゃないか。どんな人も娘には、厳しいってことなんだね。それじゃここまで、バイバイ。次の動画もまた見てね。1万円欲しいぜ。バイバイ。バイバイバイバイ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 。